ゲロールカンガカクは、ガボン OEM 出身のプロサッカー選手。ガボン代表、レッドスターベオグラード所属。ポジションは、ミッドフィールダー。2013年2月9日、FC ロストフと3年半契約を結んだ。3月9日の FC アラニアウラジカフカス戦で、加入後初出場。2014年12月、FC スパルタクモスクワ戦で、 相手サポーターの人種差別的言動に、歪いなジェスチャーで応戦したことから3試合の出場停止処分が課された。2016年7月1日、元 FG ロストフ監督のミオドラグ・ボージョビッチが指揮する、レッドスター・ベオグラードに、移籍、2年契約を結んだ。2016年7月12日の UEFA、チャンピオンズリーグ。 予選2回戦のバレッタ FC 戦で移籍後初出場、さらに同点ゴールをアシストし2から1の勝利に貢献した。予選3回戦の PFC ルドゴレツラズグラド戦で初ゴール。3日後の FK メタラツゴルニ・ミラノバツ戦でセルビアスーペルリーが初出場。2012年のガボン代表デビュー以来、レギュラーに定着している。主要大会ではアフリカネーションズカップ2015。 アフリカネーションズカップ2017に参加した。ありがとうございます。